アルミニウムパラジウムマンガン合金の準結晶の原子配列ホルミウムマグネシウム亜鉛合金の準結晶により生成された正十二面体準結晶とは結晶ともアモルファスとも異なる第三の個体物質とも言うべき状態である結晶を定義づける平身対象性は持たないが原子配列に高い秩序性を有している この研究に大きな貢献をしたダニエル・シェイヒトマンに2011年のノーベル科学賞が授与された。結晶は平身対称性を持つことから、その電子線解説等の解説像は1回、2回、3回、4回、および6回のいずれかの回転対称性を示す。これに対して、準結晶の解説像は5回、8回、10回、または12回対象を示す。 また、準決勝の解説図形には、鋭い解説スポットが現れており、アモルファスのようにランダムな構造ではなく、高い秩序度を有していることを示している。このように平身対称性を持たないが、高い秩序性が存在する構造として、一次元におけるフィボナッチ数列や、二次元におけるペンローズパターンが知られている。このような構造は、 高次元空間の結晶構造を、その結晶構造の対象軸に平行でない、低次元空間に遮影することで得られる。準結晶は1984年、ダニエル・シェヒトマンによって液体状態から急冷した AL-MN 合金から発見された。初期に発見された準結晶は、熱力学的に不安定であり、熱を加えると、 より安定な結晶症が積出してしまっていたが、東北大学金属材料研究所の際、靖国らによって AL、ALCUFE や ALNICEO といった安定な準結晶が次々と発見された。シェヒトマンにより発見された準結晶の電子線解説図形は、結晶の解説図形のように、デルタ関数的な解説スポットの集合であるにも、 かかわらず、2回、3回回転対称性に加え、結晶には存在しない5回回転対称性を示し、正二十面体の対称性を有していた。このような対称性を持つ、準結晶は、イコーシヘドラル章と呼ばれている。愛想準結晶の構造は三次元ペンローズパターンに、原子を収縮したものとして理解されている。また、 相性の準決勝の構造中には、K の対称性を反映した、正二重面体上の原子クラスターが存在する。このような局所原子クラスターは、準決勝内における原子の種類や、構成原子同士の結合の仕方により、決定されている。現在までに、3種類の特徴的な、局所原子クラスターを有する相性が発見されている。それぞれ、魔界型、 ベルクマン型、在型相性と呼ばれている。ALNICEO など、正重角中と同じ対称性を持つデカゴナルショーと、呼ばれる準結晶症も存在する。D 章の純合子は二次元ペンローズパターンであり、この面が積層した構造を持つ。すなわち、平面方向には、純周期構造、これと、垂直な軸方向には、周期構造を有している。 このほか、八角形象、十二角形象の純結晶が見つかっている。純結晶の金属に特有の物性として、金属としては異常に高い電気抵抗が挙げられる。例えば、アルミニウム、銅、鉄はいずれも両導体であるが、これらからなる純結晶 ALCUFE では、電気抵抗が10万倍にも達する。また、 温度が低くなると抵抗が上昇する。むしろ血管が存在する場合の方が抵抗が低い、などの特殊な性質を示す。準結晶のフェルミ面には、ギギャップと呼ばれる状態密度の落ち込みがあり、これが得意な電気的性質の原因となっていると考えられている。ギギャップが存在することで、経全体のエネルギーを引き下げ、準結晶の構造を安定化していると、 考えられている。バルクとしての準決勝は、その非周期性のため、機械面を形成しがたく、このため比較的硬くて強靭である。ありがとうございます。